皆さんこんにちは、さいたびのせいです。本日私はですね、どこからお届けしているかというと、ただー、わかるかな？ヨーロッパのスイス、チューリヒからお届けしております。イエイ。で、今日はですね、このとっても平和で美しいチューリヒの Vlog を撮っていきたいと思います。イエーイ。見どころがね、チューリヒはギュギュッと街の中心に集まっていて、すごく簡単にアクセスできて、なのに可愛い景色がすぐに見られる、そんな美しい街なんですけれども、イントロ後撮りで失礼いたします。それではどうぞ。おはようございます。ということでですね、チューリヒの1日 Vlog 撮っていこう。イエイ。今日もね、恐ろしいぐらい今日もいいお天気でございます。街の中がドイツ語が増えてというか、ドイツ語ばっかりでね、本当、スイスなんだここはみたいなね、気分になりますけど、スイスってそもそもドイツ語、フランス語、あとなんかなんとか語っていう、なんかもう絶滅危惧種みたいなやつと、オランダ語だったかな、が混じり合ってるんですよ。まあ、ドイツ語が一番おしゃべりする人が多いみたい。で、現在10時半ぐらいなんですけど、10月の7日、なんと気温12度でございます。寒いよ、寒いで、もうジャケットに、あとヒートテックのタートルネックみたいなやつで、かわいい、かわいい、ヴィーノスだからワインだね。こういうお店の名前なのかな、かわいいんだけど、張り切って楽しんで回っていきたいと思います。うわー、めっちゃかわいい、すごいかわいい。リンデンホフの丘というね、本当に絶景な超有名みたいなとこ行きます。すごいあっという間だった、リンデンホフの丘。ここがすごい、なんか上の方で結構な急勾配をね、登ってきたもんね、今ね。おお、あー、すごい、朝焼けが眩しいったらありゃしないよ。おお、すごい、かわいい。ここがリンデンホフの丘からの、上からの眺めでございます。で、このね、川がね、なんつったかな、このままチューリヒ湖につながる、マルーレ、かわいいね。スイスっぽいと言われる感じなんでしょうね、これがね。あー、かわいい。なんかほんとシックな色の服が多いよね。あ、マックスマラ、白黒ベージュグレーみたいな感じだよね。ハワイユー、メリーゴーランド好きね。おお、リマト川が目の前にあります。おお、ゴリスリーヌ。ちょっとなんかいいお店がいっぱいここら辺に集まってんのかも。西日じゃなくて朝日が急行、フラウミュンスターなくて、英語がない。今日はコンサートは特にないみたいだね。興味はあったな、ミサがやったらしい。なんか素敵てか、ああいうとこ正直マジヨーロッパめっちゃあるよね。 2つの塔とか、ノートルダムもあの感じじゃない？あちらはですね、グロスミュンスターっていうプロテスタントの教会で、1500年代にここでフルドリヒ・ツビングリって方が教えを説いていたりだとか、この2つの塔が特徴的な、この様式はね、ロマネスク様式っていうそうでございます。で、こっちには、フラウミュンスターですね。なんかね、ここら辺がすごい、人々の心の救いの場だったんでしょうね、昔は。江ノ電のようだ、水の上を走っているから。ははは、ミュンスターブリッジを今通っております。かわゆチューリヒの一番有名なところって感じで、今いるところが気持ちいいね。なんか晴れてるからさ、寒さそこまで感じない？おお、鳴った。11時だってことですね。あっちも鳴ってる、すごい、しっかりこの鳴ってる、聞こえましたか皆さん。あっちはもう終わっちゃったんだね。ということで、このツインタワーが両方、あそこにもタワーがある。そう、みんなで鳴らしてるんだね。11分
鳴らすんだったらいける。今日いい天気の極みすぎてどこもかしこも映える。これが15世紀に教えを説いてた方じゃない？本持ってるし。あれ白鳥かね。ああそうだね、さっきクワーってたのこの子だったんだ。あなただったのね。あすごい、ここも綺麗。どこもかしこも映えんな。見ちゃった私。スイスにいるわ。すっごいスイス、スイスフィールしたわ。ナナランド。うわースイスですって感じ。えげつない量の白鳥がいる。すごー、白鳥とカルガモがこんなに近くにいっぱいいるの、びっくり、ポンポンポン、イエー。トラムが走ってて、ってことでこちらチューリヒ湖です。チューリヒ湖です。綺麗ですね。さあチューリヒ湖の真横をお散歩しながら、今ねチューリヒのオペラハウスに向かっております。そろそろ着くはず。さあやってまいりました。これです、オペラハウス。なんか広くていいですな。あの私が好きな福岡の博多のハレノガーデンみたいな感じで、めっちゃ広くて気持ちいい。天気晴れだし。こちらが、チューリヒオペラハウスです。なんか中には入れないんだよ、完全に絶対そのフィルムフェスティバルの何かなんだよな。でもいいね、気持ちいい。さあ今から、トラムに乗ってお出かけしに行きます。どうしてもトラムに乗ってみたいので、ちょっと近場で一つ行ってみたいと思います。ほら30分間の駅だったらこれ使っていいよって書いてあって、これでじゃあショートディスタンス買い、バイショートディスタンス、ディスタンスは距離っつうことね。で これで 2.7 1人ね。トラムはですね30分以内であれば、2.7 スイスフランなのでざっくり400円ぐらい。でも1時間以内のトラムの移動だったら、まあ、何度乗り換えても大丈夫なんですけど、4.4 スイスフランになります。700円ぐらい。うえこれに乗ります。めっちゃいっぱい出てんの、いいね。いらっしゃいました。たら脱穀機械、刻印機械ないじゃん。時間書いてあるからね、大丈夫だと思うんだよね。30分の券はもしかしたらそういうのあるかもしれない。ナレーター楽しかったね。あピンクのかすみ草、お花屋さん。あらまた素敵なところにやってきたわ。かわいいパラデプラッツってところにやってきたっつ。はい、じゃあかわいい。とにかくなんか乗り鉄の血が騒いじゃうんだけど、こういうの綺麗に収めたくなっちゃう。かわいい。ラインが違う。トラムに乗って中央駅の方に向かいます。楽しい。乗り物に乗るの大好きなので、めちゃくちゃ楽しいです。ほらスワッチホテルセーデンホフ、ザイデンホフだけど、対向車線から参りました。路面電車トラム新しいやつ。すごい30分以内に乗れるだけ乗ってやろうっていうあれがすごい。もう一回行って帰ってくるぐらい行けそうだよね。ちゃちゃっとね反対車線に渡ってね。好きなんだ乗ってんのか。楽しいよね。大好き。ホテルで休憩してまたちょっとお外にお散歩来ました。本当に
かこの大通りなのがね便利でね、なんか夜ご飯なんですけど、一応なんか元武器の倉庫である場所がスイス料理を食べられるなんか有名レストランみたいな感じになってて、そこに行こうかとか言ってたんですけど、値段うんぬんかんぬんよりも、まあ、値段的には一皿3000円からって感じなんで目は飛び出るぐらいなんですけど、そんなことよりもめっちゃ量が多いんだって。しかも肉とかさ、ソーセージとかはちゃめちゃにどぎついものが多いので、夜ご飯にそれはちょっとえぐいよね、パスってことで、はい、さよ旅恒例地元のスーパーに行きたいと思います。昨日ねソーセージ食べたんで、それでよしということにしたいと思います。こんな見た目で何でしょう、はい、コープです。行きましょう。こういうね軒先にもプレッツェルとかホットドッグが売ってて、だいたいアベレージ 6.5 ぐらい。え、大きい。お花屋さんもある。なんかちょっと百貨店チックみたいな感じ。しかも4階レストランがあるじゃん。フォンデュ、ラクレット、スイスっぽい。地元のコープって感じだね、思いっきりね。色味が可愛い。オープンキッチンになった。あ、本当だ。あのギャラリーラファエットの6階でね。え、いいよねこういうスタイル。しかも地元人しかいないからさ、私は好きだよ結構。まあ、1000円ぐらいは安いかも、レストランで食べるより。なんかクイックな感じで、しかも地元民に混じって食べて、テラスもあるし、いいんじゃない。お手洗いもあるし、いいよね。席も広いし、電子レンジあったから、あの地下で買ったものをね、あのイートインみたいな感じで上で食べるっていうのもありかもしれない。めちゃくちゃになんか高いからでもみたいな感じで、脳死でレストラン行かなくてもそんな感じで地元のもの食べるのも、なんかマジで地元人に紛れてて面白いんでおすすめです。じゃあ地下にやってまいりました。ご飯でーす。チョコレート系外さなそう。わ、おやつの本気出し具合が本当に仲良くなる。ソースイス美味しそう。スープいっぱいだけどさ、クノールも多いけど、コープ印がある。いいじゃん。やばー、日清があのそば出してじゃん、あれ割とマシ。あの美味しいかは絶妙だけど、やっぱ辛ラーメンですよ。やばくない。しかもこれね、値段的には500円ぐらい。いや、でも大きい辛ラーメンだ。出前一丁味噌。え、なんか絶対間違いないよね。絶対ダメな気がする。ラーメンと同じじゃない。何が違うんだよってね。すごい。でも辛ラーメンだけでなんかこんな種類ある。森永の豆腐、S&B 大丈夫なやつだ。寿司のりとかある。パン粉、なんでなんで。とんかつを作るためってこと。巻き寿司できるよ。帰れーみたいな、帰れーっていうところがすっごい量ある。有名なのかな。こんな長いのある。リンツももちろんあるし、ちょっとただのチョコじゃないんじゃない、いろいろクッキー入ってますよみたいな。あ、リンツリンツリンツ。ここのオレンジのもめちゃくちゃある。すごい、スイス印があるよ。あ、木からかな。これホテルにあったやつ。あ、なんち、置き場だ。美味しそうだね。これで1800円。このエビちゃんも2000円ぐらいする。わー、お弁当とかが良心的。ローストビーフ、ローストビーフ安いぞ。1200円ぐらい、安くはない。お、クルビス、これ多分人参、トマト、読めない。あ、これがこっちか。こっちが人参。あれパンプキンかな。濃いね、ね、色味的にね。あれ 4.4 か。スープが700円ぐらい、この一つでね。選ぶの楽しい、多いからね。そうなのよ。でも部屋にあるもの言うね。ヨーグルト3個、リンゴ1個、ポテチ。こういうの美味しそうだな。どうぞね、サラダパスタみたいな、いいじゃんいいじゃん。わ、すごい、スイスって感じ。めっちゃチーズ。チーズの専門店。チーズ、本当だ、チーズの専門店。量り売りしますみたいな。ねえ、うわー、腐ってる腐ってるよ。紙で作ったお花みたいなチーズとかもある。見慣れた感じだね、この柵の感じがね。買いました。旅の真ん中ってね、疲れるからこういうジャンキーな夜ご飯もいいよねということで、お部屋戻ります。なんかヨーロッパは本当に朝がね8時とかにならないと、今10月始まりなんですけど全然明るくならなくて、だけど逆に夜がね7時過ぎぐらいまで明るいんですよ。なんかお得よね、スイス感。安全だし良きです。はい、
ということでですね、一日のキュウリヒブログお楽しみいただけましたでしょうか。綺麗だね。今日は日曜日の朝10時半なもので、全然人が歩いてない。ちなみにこのルックはなんかスイスで女の子たちがめっちゃこの格好してるので、ちょっとレイに習ってみたんですけど、現在気温は15度ぐらいなのでかなり寒いです。おしゃれのために寒さ我慢する系タイプ。まあとにかく、最後まで見ていただきありがとうございました。面白かったよと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あ、すごい新旧でいろんなタイプのトラムがあってね、これまた楽しかったです。で、この後はですね、また電車に乗って次の国に行くんですけれども、そちらのビデオもぜひお楽しみにしていただけたらと思います。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。